都リーグ4部最終節、チュアボ東京対住住田無サッカー部の一戦、引き分け以上で昇格が決まる重要な一戦です。前半4分、早速試合が動きます。右ウィングのおば太郎からボランチのマナト、マナトからリョウ、リョウから左サイドバックの翔太、翔太から左ウィング村へと流れるようなパス回し、村が相手をスピードで抜き去りマイナスへの折り返し、これをマナトが合わせ、昇格がかかったこの試合で貴重な先制点を決めます。続く前半6分、高い位置を取ったマサが裏へのロングボール、このボールを収めた村が中へボールを送り、阿部のヘディング、追加点を奪い、ここから怒涛のゴールラッシュが始まります。まずは小葉太郎のゴール、続いてゴール前の混戦から村のゴール、そして亮のスーパーミドル、翔太のクロスから川の豪快なボレー、小葉太郎が相手をかわしてニアを突くシュート、その後さらに5点を追加したシュワーボは左サイドでボールを持った村から阿部へのスルーパス、阿部がクロスを送るとこれを小葉太郎が合わせ、なんと14点目、14対0で前半を折り返します。後半は亜生を投入し、川をセンターバックからフォワードへポジションチェンジ、開始早々小葉太郎が得意のドリブルから強烈なシュート、川がこぼれ球を決め期待に応えます。さらに翔太の高精度のクロスからまたも川、ゴールキーパーとの1対1を交わした川がゴール前へパス、トールが合わせてゴール、裏に抜け出した小葉太郎がまたしてもゴールキーパーのニア側を突くシュート、さらにゴールを狙うシュワーボは高野と今シーズン初出場となる都市記を投入します。右サイドを突破した小葉太郎の高精度のクロス、これを村が合わせてゴール、途中出場の光輝がボールを受け相手にドリブルで仕掛けます、得意のカットインから豪快なシュート、小葉太郎のグラウンダークロスから亮のゴール、小葉太郎のカットインシュート、そして光輝のスーパーゴラッソ、最後は川のヘディング、なんと最終節は24対0の大勝。この結果によりチュアボ東京は見事3部昇格を決めました。